こんばんは、ひよごんです。まずはじめにですね、私に傘の行方を聞くのはもうやめなさい。もう forever、 つまり永遠に my umbrella、 つまり私の傘は disappear、 現れないの。傷をえぐるのはやめておくんなし。それでは話をくるりと半回転。現場の膝小僧クロコさん、今つながりました、本日はですね、YouTuber のひよごんさんが重大発表があるということで会見を開いてらっしゃいますので、そちらの様子を拝見しに参りました。では早速覗いてみましょう。本日はお集まりいただき誠に THX です。去年の夏頃に私駄菓子の動画を出したんですね。ちなみにお題はヤバい駄菓子選手権なんですけども、その動画を出して、まあの月日が経ったんですよね。それで、ヤバい駄菓子の順位が結構変わってきたんで、これは報告しなくてはと思いました。ので会見を開かさせていただきました。では早速順位を発表していきたいと、思います。左から順に1位、2位、3位、4位、5位です。それでは味をレビューした MV があるので、そちらをどうぞ。皆さんこんばんは、ひよごんです。前回のヤバい駄菓子選手権でなんかモロッコヨーグルのファン、なんか熱烈なモロッコヨーグラーの人たちからすっごくリプっていうか、コメントが来て、モロッコヨーグルうまいんだけどお前の舌いかれてんじゃねえのとか、モロッコヨーグルはうまいよね、うまいよね、みたいなコメントがいっぱい来たから、あ、そうかそうかと、私の舌がおかしかったんだと、っていうか私が食べたモロッコヨーグルがおかしかったんだと思って、本日ですね、店にある種類を全部買ってきました。それがこちらです。はい、なんと私気づいたんですけどラベルの色が違かったんですね。はい、もうそう、痛恨のミスですね、ひよごんの。はい、1種類しか買ってこなくて、前回何色買ったか忘れちゃったんですけど、アルシコ買ってきました。それでこのピンク色のやつから説明していきますね。はい、これはもうラベルがピンク色なので、これはもうピーチ味、桃味ですね。これも絶対桃味だと思います。で、食べてみますね。はい。別になんか桃の匂いはしないけど、全然。これは嫌な予感がするなと。そしてね、このもうぐるぐるに巻いた小さい、もう味の数分つけてくれたスプーンなんですけども、本当に解き放たれない、このテープから。解き放たれずに、月日が経ち、解き放たれたぞ、今。長い呪縛から解放されました。それでは、ちょっと明るすぎるな。食べたいと思います。これはもう完全にこれ、なんか丁寧に外れとか書かれてあって、本当に腹が立つな。腹が立つな、食う前からよ。別に当たりを期待してねえよ。それでは食べますね。はい、はーい、はい、こんな感じですね。もうありがとうございます。桃味ですね。これ絶対に桃味です。では食べますね。あの日あの時あの場所で食べた味とあんまり変わんない気がするんだけど、気のせいかなーって、気のせいかな。まだ1個目なんでね、まだ1個目なんで、これが普通の味なんでしょう。はい、それではお次にこちら Y by YOSHIKI ぶどう味ですね。はい、これも絶対にもうラベルが紫なんでぶどう味です。もうぶどうでしかない、ぶどうでしかない、ぶどうでしかない、ぶどうでしかない。はい、何が外れじゃん、ハゲ。はい、それではもう早速食べますね。食べます。はい、ふうふうふう、おかしいな。まだ2個目やしね。まだ2個目やし。全然まだまだ可能性はあるよ。お次にこれです。雪の日の思い出味ですね。これはもうラベルがもう水色なので雪の日の思い出味だと思います。もうそれ以外は何物でもないって感じですよね。何が外れじゃん、ハゲ。それでは
食べますね。はい。あ、もういっぱい取りました。なんか味の変化を感じられないような気がしてきて怖くなってきたので、いっぱい取りました。いっぱい取りました。おや？おやややややや？おやっこやっこやややや？ん？おかしいなぁ。3個目にしておかしいな。足の変化が見られない気がしてきたぞ。おかしいなぁ。まあ、まだね、あと2個あるんで。2個あるんでね。うん。さすがにね、こちら、はい。4個目です。4個目、こちら、黄緑色です。黄緑色してるの分かりますか？こちらはマスカット狩りってアルト会のあるなら行きたいな味です。つまりマスカット味ですね。はい。もうこれはもうラベルが黄緑なので、もうマスカット味以外の何物でもないって感じです。私からしたら。マスカット以外の味だったら逆におかしいだろうっていう。何が外れじゃん、ハゲ。それでは食べたいと思います。もうさすがに来てくれないと困るよって感じなんですけどね。おかしいなって。わーお。はい、食べますね。おかしいなぁ。何かがおかしい。何かがおかしい。うん。同じなんだよね。同じなんだよ。うん。同じなんだよな。全部4つとも。今のとこ全部4つとももう、すんごく同じ味がする。もう、モロッコヨーグルの味がするんだよ。もう、元祖モロッコヨーグル。モロッコヨーグルシンプル味の味がするんだ。うん。プレーンでしかないね。これはもうモロッコヨーグルでしかないよ。最後の一つこちら。南国パラダイスバナナ味です。黄色いから。もうバナナしかない。もうこれバナナじゃなかったら逆におかしいよねって話です。わかりますか？バナナです。これはもう絶対バナナでしかない。もうラベルが黄色なんだもの。何が外れじゃ。もうね。もうバナナでしかないから、これはもう、絶対バナナでしょ。ね。もうこのね、4つが同じだったとか、そんな関係ない。ちょっとこれ取りすぎた。こんなには食えねえ。ね。もう関係ない。もうこれはバナナでしかないんだから。株式会社さん、全部同じ味なんですけど、大概にしてくれませんか？私はモロッコヨーグルの人たちに、モロッコヨーグルうめえしみたいなコメントをいただいて、あ、そんなに美味しいんだって。あ、確かに蓋の色がいっぱいあったな。確かに確かに。あ、味の変化があるんだろうなーって、私が食べたラベルの色のやつがたまたままずかったんだろうなーって思ったんですね。何の味の変化もない、全部モロッコヨーグルプレーン味って感じでした。モロッコヨーグルさん、よく考えてください。はい、ということで今日の動画はここまでです。今日も見てくれてありがとうございます。この動画もきっと大炎上すると思うので、皆さんコメント欄が荒れるのを楽しみにしましょう。もうすんごく荒れると思うので、コメント欄がモロッコヨーグルうめえしとか、お前下どうにかしてんじゃないのとか、駄菓子作ったやつの気持ち考えろよマンジみたいなコメントがいっぱい来ると思うので、皆さん楽しみにしておいてください。ヒョウゴも楽しみにしておきます。はい、それでですね、皆さんご報告があります。私インスタグラムをフォローしてくださいっていつも言ってるんですけども、インスタグラムの方でプレゼント企画の募集をしております。プレゼント企画をやります。なんと初期のリスナーさんを大切にしたいという思いから、あのインスタグラムで、あの私が皆さんにこう手紙を書いた写真を貼ってるやつがあるんですよ。そこに何かしらコメントをしてくれた人の中から5人抽選して選ばせていただいて、その5人の中の人に誰かにプレゼントを送るという、プレゼント内容はまあ当たった人に教えようと思います。なんでよかったら参加してください。ヒョウゴンってインスタグラムで検索したら出てくるので、ぜひぜひご参加ください。では今日も見てくれてありがとうございました。皆さん愛してます。バイバイ、アンニョン。